ちょっと買いすぎちゃったかな。でも今年の秋物可愛いの多いんだよね。海蔵、ちょうどよかった。荷物持つの手伝ってよ。遅いじゃないか。海、招集があったらすぐに集合しろ。招集？部長にチタン君も招集？ああ、無理やり引っ張ってこられたんだよ。いいじゃない、また何か面白そうだし。最近この辺りで怪事件が相次いでいるという情報が入ったんだ。え？怪事件？そう、連続セーラー服襟立て魔だ。あの悲鳴は美人で有名なクラス委員の山田さん。ファッション大魔王？襟がスプレーのりでパリパリに固められているわ。誰がこんなことを。スプレーのりで襟がパリパリに。パリといえばファッションの街ということはまさか。本来のセーラー服とはそのように襟を立てて着こなすものだ。あなたね、セーラー服連続襟立て魔は。あなたはおしゃれ先生。海藤君の知り合い？この方は東京ムード学園学園長を務められている元天才塾服飾コースマリオ先生。俺のおしゃれの師匠なのだ。天才塾か。よかった、ちょうどおしゃれ先生に秋のモードを伺いに行こうと思ってたんです。おお、感心感心。ちょっとあなた、なんでセーラー服の襟を立てたりしたのよ。私は本来の着こなしをレクチャーしただけだが。こんな着こなしが正しいわけないでしょ。もともとセーラー服は水平さんの服だということは知ってるな。ならばその襟は何のためだと思う。はーい。このように襟を立て、雑音の多い甲板の上でも遠くの音を聞きやすくするためだ。本当です。よってセーラー服は襟を立てて着こなすのが正しいのだ。さすがおしゃれ先生。ファッションとは成り立ちにおいて機能美という理由を持つものなのだ。別に可愛きゃいいじゃない。正しく着なくたって。な、大蔵、お前の彼女か。どうでもいいが、もうちっとセンスのいい子と付き合った方がいいんじゃないか。僕も海のセンスのなさにはほとほとげんなりしているのです。なんですって。私のどこがセンスないってのよ。ならばキック、そのスカートのチェックは何のためのものだと思う。何のためって、ただの柄でしょ。チェック柄は死体判別のためだ。中世ヨーロッパでは戦死して白骨化してもそのまとっていたチェックの種類でどこの誰だか分かったという。これも本当だってば。つまりチェックは死を覚悟した死に装束。貴様に死ぬ覚悟があるのか。死ぬ覚悟がないとチェック着ちゃいけないっていうの。まあセンスのない君にこんなこと言っても少々酷かもしれんがな。なあなあ。ミラノっぽい。確かに博士はミラノっぽいですからね。あの外羽が限りなくミラノっぽい。そうね、私はミラノっぽいと言えなくもないわね。ぜひとも私とおしゃれ関係に。なんでいつも部長ばっか。フランスっぽかったりミラノっぽいのよ。まあまあ、あなたでも努力すればミラノっぽいは無理でも御堂筋っぽいくらいにはなれるだろう。指導してあげるから、ファッションについてなら何でも聞いてくれ。本当に何でもわかるのね。じゃあジーパンのこの小さいポケットは何のためにあるの。それはだな。ははん、わからないのね。私が答えるまでもない。海蔵君、答えてあげて。わかりました、おしゃれ先生。そのポケットには種を入れておくのだ。種？なんで？よく西部劇でカウボーイがジーパンを履いているだろう。彼らはそのポケットに入れておいた種を荒廃した大地にまくのさ。
未来の子供たちのために。それはやがて芽を出し、木となり森となり、そして再び美しい緑の星、地球を取り戻すだろう。セーブジアース。だろうって何？適当なこと言わないでよ。私はてっきり上の歯が抜けたら入れておくのだと思ったわ。部長まで何わけわかんないこと言ってるんですか。下の歯が抜けが呼吸はここね。僕も昔から疑問があるんだけど。ん？なんだ、言ってみろ。アポロキャップの裏の網みたいなの、これは何のため？それは自分の世界に閉じこもるためのものさ。自分の世界。カンケリデン最初に捕まった時など寂しいだろう。そんな時にアイマスクを下ろして想像するのさ、明るい未来を。なぜ明るい未来？そういえばその迷彩ズボン、君は理由を分かって履いているのか？これは兵隊が敵から発見されにくくするためのカモフラージュだろ。いいや、それは恥ずかしいシミを隠すためだ。シミ。もともと迷彩模様は軍用ブリーフから始まった。戦場では着替えもままならず、何日も同じブリーフを履き続けなくてはならない。恥ずかしいシミがつくこと必至。そんなら兵士の士気にも影響する。その恥ずかしいシミをカモフラージュするために軍用ブリーフが正式採用された。ちなみに私も愛用している茶色と黄色と黒の砂漠用迷彩が最もポピュラー。ちょ、それ本当のシミじゃ。襟を立てない女子高生もいるかと思えば、危機管理意識の高い娘も多いな。え、なんでよ。ルーズソックスだ。なんでルーズソックスが？緊急時、エアバッグのように膨らむのだ。ちなみに緊急時とは、足フェチに襲われた時、縦膝でパンツが見えそうになった時、溺れそうになった時に膨らんで危険を回避するのである。つまり、これが理想の女子高生ファッションなわけだ。私を恥ずかしい絵のモデルに使うな。くれたまえ。本当のネクタイの意味を知っているのか。何ですか。それが正しいネクタイの締め方だ。その昔、列車強盗にあって荷ぐるみ剥がされた時、ネクタイで恥ずかしい部分を隠したの。どんな凶悪な強盗でもネクタイだけは残してやるというのが最低限のたしなみだったという。義理と人情の世界ですね。その他にもファッションにはもともと機能というのが備わっているのだ。プレスリーのすだれはゴルフウェアで、芝をむしらず風向きを知ることができ、自然に優しい。アフロヘアで野球をするために開発されたサンバイザー。爆風に耐えるための服。人によって着こなしの違う服。ちなみに日本人の7割はこれ。そうだ、君たち今度のヨノコレにモデルとして出てみないか。ヨノコレ？パリコレと双璧をなす世界注目のファッションショー、ヨノ本町コレクションさ。99年春夏、マリオンコレクション。テーマはファッションの原点に帰る。さあ、君の出番だ。やだ。なぜだ、海蔵君と同じネクタイじゃないか。こっちの方が恥ずかしいじゃないか。さあ、行くぞ。ファッションショーは大成功でした。たくさんのお客さんの声援に包まれる先生を見て。やっぱりおしゃれ先生はすごいな。おい